ニコラオス・アンドリア・コポーロスはギリシャの元体操選手である。彼は1896年に開催されたアテネオリンピックの体操競技で金メダル、銀メダルを各1個獲得した。ペロポネソス半島にある都市パトラで生まれたアンドリア・コポーロスは15歳の時にアテネにあったクラブチームパネリニオス GS に加入して1896年の アテネオリンピックにこのクラブの一員として参加することになった。彼はアテネオリンピックで実施された体操競技のうち、綱登りと平行棒団体の2種目に出場した。綱登り競技は屋外の競技場に建てられた枠組みからぶら下げられた14メートルの長さの綱を登る競技で4つの国から5名の選手が出場した。この綱を登り切ったのは アンドリア・コポーロスと同じくギリシャから出場したトーマス・クセナキスの2選手のみだった。アンドリア・コポーロスはクセナキスよりも早い23秒4の記録を出したため金メダルを獲得することになった。この後は100年後のアトランタオリンピック体操競技でヨアニス・メリサニディスが床運動で金メダルを獲得するまでギリシャ選手の体操競技金メダリストは現れなかった。 平行棒団体競技では彼の所属するパネリニオス GS が2位に入ったため銀メダルを獲得した。オリンピック終了後にアンドリア・コポーロスは汽車に乗って生まれ故郷のパトラに戻った。彼の海挙は故郷で大きな祝福を受けることになった。後に放課学校を卒業して交渉人として働いた。やがてパネリニオス GS を脱退して ジムナスティッキーエタイレアパトロンクラブの共同出資者となった。このクラブは後にパネリニオス GS を合併して現在のパナチャイキ GC の前身となっている。1896年のアテネオリンピックでは金メダルはなく1位の選手に銀メダル、2位の選手には銅メダルが授与されていたが獲得メダルの表示及び本文の表現は便宜上。 第2回以降と同様のものを用いている。綱登り競技は、1896年のアテネオリンピックから1932年のロサンゼルスオリンピックの期間中に、合計4回オリンピックの体操競技種目として実施されていた。内訳は、開催国ギリシャから2名、ドイツ、デンマーク、イギリスから各1名だった。ジムナスティックス・アット・ザ・1896・ラナ。 サマーゲームズ、メンズロープクライミング2011年5月22日、閲覧。1896サマーオリンピックスアデネ、グリースジムナスティックス2011年5月22日、閲覧。平行棒団体競技は、ドイツから1チーム、開催国技者から2つのクラブチームの合わせて3チームのみが出場し、選手は3チーム合計で63名だった。 アンドリアコポーロスの所属するパネリニオス GS からは、彼を含めて33名の選手が出場したが、そのうち29名の選手の氏名は不明である。ありがとうございます。